グッドウィル博士の、ちょっと待ってよ、ゆるふわゼミ、ゆっくり喋りながら今原稿を探しますからね。今録画してるんですか？してますよ。今回第、その、今録画したばっかりです。はい、なんかなってません？録画っぽいマークなってませんか？録画っぽいマークなってません。なってますね。はい。今回その第123か4ですね、回です。この動画の内容は毎回一人が一冊の書籍を紹介し、それを残りのメンバーと議論して知恵を深めるタイプの活動です。この動画は音声ですが、SNS に入ると参加者のマスクをつけた画像を見られます。この動画の下にある URL をクリックして、ぜひ SNS に参加してみてください。SNS に日記を書くと、僕を含めいろんな人がコメントしてくれたり、癒してくれたり、知った激励してくれたりします。この動画も日記で議論しています。では、まあ、順番にちょっと自己紹介してもらうと、ルンさんどうぞ。はい、ルンです。もう二度とご飯食べたり寝たりしません。いやそれ、ちょっと待って、それそこだけ聞いた人よくわかんないもんね。ご飯は食べていいですよ、別に。あ、いいんですか？いや、その放送中に食べないでっていうだけで。あー、はい、放送中に食べません。そうですか。いや、全然気になって。ありがとうございます。全然気にしてませんでしたけどね、僕は。じゃあ次いきますか。みどりんさん。みどりんです。かみつれさん。かみつれです。はい。もしかしたら後でまるさんが参加するかもしれないですね。では、まだルンさん言い残したことありますか？全くないです。もうないですか。じゃあお願いします。では、今日はサピエンス全史っていうやつですね。はい。お願いします。はい。あ、もう。映ってますよね。もう映ってます。はい、サピエンス全史という本を紹介します。はい、いやこれめっちゃ面白かったんですけど。もうさすが。いやでもなんかちょっと趣旨はちょっと違うかなと思って、なんかその直接その、はい、なんていうんですか、幸せについてとか考え方とかの話じゃないので、うん、ちょっとそういう意味だと趣旨違うかなとは思ったんですけど、でもすごい面白かったので、ぜひ。ここに人類の幸福って書いてありますもんね。あ、まあ、そうなんですよ。だからそのサピエンス、要はこれ歴史書なんですけど、はい、なんでそのサピエンスが生まれてから今までの私たちになるまでを、うん、ずっとその歴史をずっと辿ってるんですけど、まあ、それを理解することを通して、はい、まあ、私たちは何なのかっていうのを知って、はい、まあ、だからこう考えるんだとか、こういう性質を持ってる。はい、知って、その上で、じゃあ幸福って何なのかみたいなことが問われてる感もまああるって感じ。なるほど。なんでこれを選んだんですか？いや、すごい面白かったからちょっと紹介。面白かったから選んだ。だからつまり ここにで発表する気はなくて、読んでみたら面白くて、じゃあ発表しようみたいな。そうですね。なんか読んだ瞬間から、読んだ時に、あ、なんかいつかここで発表したいなとは思ったんですけど、なんせなんかでも別にちょっと趣旨違うのかなと思ってちょっと迷ってたんですけど、でもなんか博士に聞いたらいいって言ったから、はいはい、ちょっと勇気を出して紹介してみました。なるほど。で、なんか僕も読みましたよ。あ、ね、博士も読んで、博士にもともと紹介してもらって、あ、なるほど、はい、読んだんですけど、はい、あ、なで、進めますと、あ、で、上下巻あって、はい、上下読んだんですけど、今回下の、はい、あ、上のだけ紹介します。上だけ、なるほど、いいですね。で、著書紹介、ユバル・ノア・ハラリさんっていうイスラエル人の歴史学者です。ひどってますね。ん？ひどってますよね。まあまあ、なんか写真撮らせてくださいったらこんなもんじゃないですか。そうか、なるほどね。でもなんかで、この本ですごい有名になったんですよね、この人は。そうですね。うん、すごい、このサピエンス全史が売れに売れて有名になって、ね、で本当に私はこの本を読んでもう天才だなと思って、うん、もう私が知ってる中で博士かこの人かぐらい、じゃあついでにかませる感じで、マジで博士かハラリかぐらいの感じで、本当にすごい頭のいい人だと思いました。44歳なんですよね、すごい若い。そうですね、若いですよね。そうで、この本が売れて、有名になって、今、TED トークとか NHK のなんか番組とかもよく出てて、うん、この本で有名になった後で出たってことですね。なった後でじゃないですか、でも私自身がまあでもこの本最近知ったので、この本自体は2017年に出てて、そこからずっと有名ではあった。みたいよくあるのはだって TED で有名になってそれが本になるとかはあるけど、あー、多分この本じゃないですかね。出た。もはい、テッドも見たんですけど、はい、この本に書いて同じようなこと言ってるんですけど、はい、なんかがぜんこの本読んだ方が情報量も多いし、確かに、なんかかいつまんで聞くより全然絶対読んだ方がいいんですよ。
ただめちゃくちゃ文章量ありますよね。え、ただめちゃくちゃ、あ、です、次ちょっと次のスライドに行きます、はいはい、めちゃくちゃ読みやすかったです。だから、で感想としてはまずすごいなんか頭悪そうな感想文なんですけど、はい、とりあえず知らなかったことがいっぱい書いてあって、うん、でなおかつすごい文章が読みやすくて面白いので、なんか本当だったら この知識量はもうすごく難しい本を読まないと得られないような知識が、うん、なんかすごく面白く読めるって思いました。私なんかいろいろ例え話が出てくるんですけど、なんかその例え話が絶妙でなんか面白いんですよね。まあ今日はそれを一部を伝えてくださるんですね。一部伝えれるかどうかわかんないけど、はい、まあとにかくだから本当に読んだ方がいいよっていうのを言いたい。はい、であとはスケールがでかくて、なんか本当人類がこういう風になってこういう歴史をあの辿って今こうなってるっていう、なんかスケールもでかいし、あのなんかもうそういう風にプログラミングされてるというか、もうなるべくしてなってんだなみたいな感じがするので、うん、なんか自分がちっちゃいことで悩んでて、なあのちょっと動画でディスられたからってすごい出たやっぱり反省してないパターンだしてます、してます、してますよね、はい、それ冗談です。いや、こういうなんかこの本読んだのは私数ヶ月前なんですけど、その時もいろんな、はい、悩みがあったんだけど、なんかこう読んでると、はい、本当になんかそれがちっぽけに見えるし、なんか夢中になって読めたのですごい面白かったです。で、まあ、人文を知ることができるし、人類を知ることができるし、本当に読む前と読んだ後で、うん、なんかちょっと人生観が変わるような本でした。少し違う、なるほどね。少し、うん、正確な表現かもしれないね。まあそうですね、ガラッと変わったって言いそうになっちゃうもんね。劇的に変わったわけではないです。ただなんか、いいね、ずっとこう心の奥底にあるものが変わったみたいな。はい、はい、で本題です。はい、でこう年表というか、あのこの本も、あ、ちょっと待ってください、あれを出そう、レーザー。こう250万年前にホモ族っていうのが生まれて、うん、で7万年前に認知革命っていうのが起こるんですけど、あ、うん、で、すいません、あのこの話が主にその、うん、この3つの革命についての話なんですね。はい、認知革命と農業革命と科学革命で、うん、あのホモサピエンスっていうのはもともと本当にその250万年前にホモ族が生まれて、そこ、それまで何百年も何百万年もトロに足らない生物だったんだけど、でも今私たちのようにここまで発展したのはこの3つの革命のおかげだっていうのがこの人の説です。うん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 、でその説を話したいんですけど、はい、で上巻と下巻があるって言ったんですけど、上巻ではこの認知革命と農業革命の話をしていて、で下巻で科学革命の話が出てきます。はい、今日はすいません。で、なんですけど、あの、まあ、この絵で表したかったのが、その250万年前にホモ族、私たちの元みたいなのが生まれて、うん、ここをたどってここをさらに10倍してこうして、でここでやっと認知革命起こるんですけど、うんうん、でここでの1万2000年前、これちなみにあれですよ、音声だけで聞いてる人もいるんで、あ、音声でも分かるように説明してくださいね。ここでこうなって、ここでこうなってって言わずに250万年前にホモ族が生まれて、はいはい、で7万年前に認知革命が起こって、はい、でそこから、まあ、あ、うん、で1万2000年前に農業革命が起こって、はい、で科学革命に至っては約500年前なんですね。ニュートンとかの辺ですね。だから本当に私たちを、私たちたらしめている出来事が起こったのって本当ここ最近の話で、だいぶ長い間、うん、他の生物と何ら変わらないただの生物だったっていうことが言いたい。ちなみに250万年前から人類が生まれたってことですけど、はい、なんでそれより前は人類じゃなかったってことですか。あ、なんで人類って分かるの、そこから。確かにいい質問ですね。はい、お願いします。なんでだろう、なんかなんでかは正直ちょっとすみません、わかんないんですけど、まあ、要はそのホモ族って、はい、ここで出現したホモ族って、はい、
たちともう一緒、見た目が、か姿格好が一緒で、はい、あの二足歩行で歩いて、脳みそも、同じぐらいあって、はい、っていうやつが生まれたっていう感じ。それは250万年前にいたと。そう。それは骨から分かったってこと？多分それはそうじゃないですかね、骨から。あ、なるほどね。はい、分かりました。はい、でなんでこの認知革命と農業革命について話したいんですけど、次が、はい、まず認知革命から、はい、でまずその人類とは、まあ、さっき博士も言ったんですけど、人類とは何かっていうと、うん、生物はこう蚊、まあ、このもっと大きい括りもあると思うんですけど、あるところでその蚊っていうのに、分類されて、で属があって種があるんですけど、うん、でまあね、このなんとか類だろう、哺乳類、猫科とかかな。猫科だと、はい、例えばライオンっていうのは種なんですよね。で、ヒョウ属に属されていて、はい、ヒョウ属にはライオンの他にもヒョウとかジャガーがいるんですよ。それをまとめてヒョウ属っていうんですけど、はい、で他にもいろんな属があって、その属が集まると猫科っていう科になるんですね。はい、でそれで言うと、私たちは何かっていうと、私たちはホモ、はい、私たちはもうホモサピエンスっていう種なんですけど、はい、ホモサピエンスっていう種はホモ族っていう族に属してます。はい、でホモ族っていうのはヒト科っていう科に属してます。はい、でヒト科には私たちホモ族以外にもオラウータンとチンパンジーとゴリラっていう族がいます。この4つらしいんですけど、とかの族。オラウータン、チンパンジー、ゴリラ、ホモ族。そう。はい、でホモ族にはその私たちはホモサピエンスなんですけど、他にも実は種がいたんですよね。それがホモネアンデルタールとか、うん、ホモエレクトス、うん、で人類って言ってるのはこのそのホモサピエンスが人類なんじゃなくて、ホモ族全部を指してそのネアンデルタール人とかホモエレクトロスも含めてホモ族、人類なんだそうです。うん、なんだけど今って私たちしかいないんですけど、それはなぜかっていうと、はい、ホモサピエンス以外のホモ族って、まあ、滅びたんですよね。はい、ホモ族自体は250万年前に生まれたんですけど、ホモサピエンス自体は確か、はい、まあ、15万年前にホモサピエンスは生まれて、はい、その頃ってホモサピエンスは別のホモなんちゃらと一緒のなんか取るに足らないその一部共存してたんですよ。うん、なんか20種類ぐらいいますもんね。あ、そんなにいるんですね。はい。なんかこの本に出てきたのは、ホモサピエンス、ホモネアンデルタール、ホモエレクトス、ホモルドルフェンシス、ソロエンシス、デニソワみたいな。うんうん、他にもいるよみたいな。はい。で、はい。なんだけど、約7万年前から1万3000年前の間に、サピエンス以外は滅びました。うん。だからもし滅びてなかったら、今私たち、現代の私たちが、私たちは人類を自分たちだけだと思ってるけど、もしかしたら似たような種も生きてたかもしれないみたいな。その違う種と分けてるのは何なんですか？あ、で、そう、なんかそれも読むと、その種をどういうふうに分けてるのかっていうのは、その最初の、猫科とか別の種の例で出てくるんですけど、はい。要は子供が作れないんですよね、その種、別の種だとかだと。そうですね。うん、なんかでもうちょっと詳しく言うと、でも実はそのサピエンスとネアン、私たちって 99.何% サピエンスなんだけど、若干数、あ、90何%かサピエンスなんだけど、何%か 0.何%かネアンデルタール人入ってるよみたいな話も出てくるんですよ。そうですよね。なんだけど、でその種と種が分かれるときに、もう分かりきっちゃったら、このホモ・サピエンスとネアンデルタール人はもう子供は作れないんですけど、うん、その分かれるか分かれないかみたいなせめぎ合いの時期があって、うん、でその頃はかろうじて子供が育つこともまれに あったみたいな書いてあって、うん、だから種ってあれなんですよね。そのだから今いる人類ってどの人類と掛け合わせても子供が作れて、さらにその子供も子供が作れるんですよ。あ、そう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 。それが種ですよね。はいはい。あ、さすが。で、その種って結局遺伝子が
染色体上に並んでるんですよ、順番で、うん、こう、うん、一番上から一番下までいろんな遺伝子が並んでいて、うん、その順番がお互いに合ってないとうまく掛け合わせられませんもんね、うん、その辺がこう入れ違っちゃったりとか、うん、染色体の数が変わっちゃったりするともう種が変わっちゃうんですよね、うん、だから種はすごい分かりやすい、種の分け方は、うん、でじゃあそのさっき私が言ったそのここなんかその分かれる時にまだこの手前だと子供ができることもあるけど、うん、まだところを超えるとできなくなる、例えばなんだろうな、染色体が例えば26本40、まあ、23本ずつで46本ぐらいあったとして、うん、それがどっかでちぎれて1個の、染色体が2つに増えて、23が24になったとしたらもうくっつけないんですよね、うん、なんかこう、うん、上手にこうお互いが対になるじゃないですか、あのお父さん型の染色体とお母さん型の染色体が対になって DNA を交換してまた分かれるわけですよ。なるほど。この数が変わったりとか型が短くなったりとか長くなったりするとくっつけないんですよね、うん、あそのせめぎ合いの時期はそのくっつける時もあれにあるギリくっつけるみたいな、例えばなんだろうな、2個に分かれてたけど上半分と下半分は同じだとしたらくっつけたりしますよね。うーん、あじゃあやっぱそういう時期はあるってことですね。そのあるね、あの、ありますあります、種が分かれる直前みたいな、うん、あるでしょうね、ありますね。うーん、そうだからもうこれ今だいぶ単純にしましたけど、実際にはあのスーパーホモあネアンデルタールとあとなんちゃらが入ってるらしいんですよね。そうね、純粋なサピエンスではないらしい。入ってない人類もいますよね。あ、そうそう、なんかでも今そうは言ってももう一人に入ってるとみんな入る可能性ありますよね、これからはね、うん、なんかヨーロッパの間黄色人種の人がなんちゃらが入ってるって書いてた、まあ、それもすごい最近の発見ですよね。あ、そう、ネアンデルタール人が入ってるのがその欧州、欧米人、その金髪で肌が白くてみたいな人は入ってるって言ってましたね。うん、そうそうそう。あ、それ最近なんですね。そう、センセーショナルな発見。そう、だからなんかこのこと、こんなことも考えたことはすらなかったんですけど、なんかそのこれも考えなくていいことですよ。え、でも面白いなと思って、あ、そう、知れば人類って私たちだけじゃないんだっていうのがすごい発見でした。うんうん、あで。もとにかく絶滅したんですよ。で、なんで絶滅したか、で、なんで私たちだけ生き残ったかっていう話が、でそれがまあ認知革命につながるんですけど、ホモ・サピエンスは15万年前に生まれました。サピエンスって賢いって意味らしいです。で、なんか、ホモは何？ホモは。本では、我々は自分たちにそんなおこがましい名前をつけたんだみたいな書いてました。いや、ホモ・サピエンスのホモはどういう意味ですか？ホモはホモ族です。なんでホモって言うんですか？あ、それ知らないです。なるほど。教えてください。いや、僕も知らない。いや、同じって意味はあるけど、それと関係してんのかな？はい、どうぞ。すみません。はい。賢い人っていうね。15万年前に生まれたんですけど、うん、その後8万年間は特に何も際立った様子はなかったんですよね。うんうん、他の種と一緒で。うん、でなんなら10万年前1回ネアンデルタール人にも負けてるらしいんですよ、うん、ネアンデルタール人ってめっちゃでかいらしいんですよ、うん、そうね、そうだから武力ではなんていうんですか、体力では勝てないからまあ10万年前1回負けてるんですけど、うん、ただ7万年前に、うん、特殊なことを始めます。大陸を離れ船や針や芸術を発明し始めて、何より新しい思考と意思疎通の方法がこの頃に芽生えます。なんでわかるんだそれは、まあ、なんでわかるんだろうそれが、なんでわかるんでしょうね、なんでわかるかわかる、まあでもとにかくなんかこの頃から要は他の種が絶滅し始めるんですよ。なんかサピエンスが多分勝ち始めたっていう証拠が残ってるんだと思うんですけど、うん、まあ、うん、でもそれは新しい思考と意思疎通の方法が芽生えたからっていうのはなんでわかるの。ああ、確かに。でもこれって、はい、だから空想もしかしてゲスなんじゃないですか、ゲスっていうか、あ、こういうことだっていうこの人の論、あ、じゃあ全くピント外れかもしれない、全く違うかもしれないってことね、うん、でもこの人の思考で考えるとこうしかありえないみたいなことだと思うんですよね多分。いや、なんかね僕ちょっと知ってるんですけど、はい、
まずネアンデルタール人って、10人ぐらいのグループしか作れないかったらしいんですよ。洞窟の大きさとか火のなんか化石からね。ところがホモサピエンスって150人ぐらいで動いてるんですよ。はい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 。150人で動くには意思疎通が必要だっていう仮説があると。はい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 、そうそうそう、まさにそれが書いてある。それから、うん、武器が進化してるんですよね、うんうん、ホモサピエンスだけ、うんうんうん、ネアンデルタール人はちっともその武器が進化しないんですよ、うんうん、で武器って家族単位だと、家族ってまあ5人とか10人ぐらいだと、親子とかなんか死んだらすぐ文化って途絶えちゃうんですよね、うん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 、ところが150人ぐらいの集団だと、文化を次の世代に担っていけるんですよ。なるほど。だからその、武器とかも進化していくんですよね。1000年とか500年とか分かんないけど、そのぐらいの間に石器が進化してるんですよね。なるほど。そういうとこから多分新しい思考と意思疎通の方法が芽生えたと、うんうん、そうですね、まさにそうだと思います。だからその、はい、今博士が言ったなんでそのネアンデルタール人は10人しか集まれないのにホモサピエンスは150人で協力できるのかっていうのが、そうそうそう、まさにこの人が言う考えるにはそれが認知革命のおかげだって言ってるんですけど、そうですよね。でその認知革命のおかげで、の他の、ホモ族を地球上から一掃したって言ってて、だ、うん、これで面白いのは、うん、まあ、あ、それは多分ルーさんが説明しますね。どうぞ。あ、じゃあ足りなかったら追加してください。で認知革命ってのは何かっていうと、まあ、虚構がこの時に登場したって言ってます。で虚構って多分あのこの英語のこの本だとフィクションだと思うんですけど、多分日本語にすると虚構ってなっちゃってちょっと音微妙なんですけど、まあ、とにかくこのフィクション虚構がこの時に生まれたんだっていうのがこの人のその説の面白いところで、なんでフィクションってわかるんですか、元々の言葉が。勝手に思ったじゃないかって思っただけで、違うかな、どうコンセプトかもしれないしね、なんだろう、まあいいか。なんかなんせでも虚構ってちょっと微妙なんですけど、なんかまあ要は想像することができるんですよ人間は、うんうんうん、で、まずその、まあ、意思疎通の方法としてまずミツバチやアリも意思疎通はできるんですよね。集団で生きてて、はい、あの巣を守んなきゃいけないから、うん、お互いに、まあ、私言葉私たちは分かんないけど本人たち同士は意思疎通はしてるんですよ。ミツバチのダンスとかありますもんね。あ、そう、そうですね、はい。でもうちょっとレベル上げて、猿とか他の動物は口頭言語も持ってますよと、でお互いに気をつけろ、ワシだとかライオンだっていうことができます、うんうん、じゃ何がそのサピエンスの言語が違うかっていうと、その3つあって、うんうん、1つは柔軟性。あの気をつけろライオンだっていうのは猿でも言えるけど、サピエンスは、はい、今朝川の近くでライオンを見たっていうことができる。この文章を柔軟につなげて作れることができる、はい、っていうのと、まあ、それだからっていうのもあるんですけど、その2番目として噂話ができますと、はい、でなんかサピエンスは集団で暮らしている社会的な動物なので、その集団で暮らすときに何が必要かっていうと、うん、その集団の中の内部の情報、その、うん、いやジョンとメアリーが喧嘩してるとか、あいつは信頼できるとかできないとか、誰はすぐご飯食べるとか。でも信頼っていう言葉ってまた特別ですよね。それまた違うかな。あ、違うか。ジョンとメアリーは喧嘩してるって観察ですもんね。あ、そうですね、まあ、あと今朝っていうのは時間軸がありますよね。あ、そうですね、それもないですよね、うん、他の動物には。そう、なんかとにかくその言語を使って仲間うちの自分たちのその、うん、所属してる集団についての情報を得ることができる。じゃあこの時にもうすでにそれなりのその言語があったってことですか。うんうんうん、そう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 、そうです、うん、今朝川の近くでライオンを見たっていうことができたってことです、うん、あとジョンとメアリーが喧嘩してるってことも言えることができたって、まあ、この人は言ってます。このぐらいに我々の心ができたっぽいですよね。うん、あ、そうそう、なんかそう書いてあったのはだから、例えばこれより前にそのネアンデルタール人に現代の私たちが出会ったとして、うん、今の私たち の, その文明とか、うん、私たちの考えを伝えようとしても伝わらなか、うん、まるでもなんていうの、話が通じなかっただろうって言ってるんですけど、うん、その認知革命後のホモサピエンスに私たちが今例えばタイムマシンで行って出会ったら、うんうん、多分意思疎通はできただろうって言ってました。この頃にあれ、この頃に幸福の原型もできてそうですよね。
そうですね、確かに。そうね、だから我々の幸福を限定し知った初めての時期かもしれないな。うん、そう考えると面白いですね。みどりさんは質問ないんですか？うん、なんかちょっとまだあんまりついていけてないすみません、なんか そうするとこれからどんどんついていけないことになりますよ本当ですか？ごめんなさい、なんかちょっといやちょっと必死で聞きます。ああ、そうですね。上手さん、なんかありますか？質問ですか？質問とか、なんか、じゃこれすごい読みたいと思ってた本だから、すごい、ああ、嬉しい、ありがとうございます、うん、いやなんかね、ほんとちょっとね、内容が濃すぎてちょっと伝わらない、なんていうの、私が伝えれるかどうかは難しいなと思ったんですけど。この本の面白いのはやっぱりその我々の心はどのようにしてできてきたのかが分かるんですよね。でなんか幸福って考えると、僕はちょっと文系の方々をバカにしてるところがあって、なんかすごい自由度が高いってみんな思いがちなんですよ、うんうんうん、幸福ってもう自由度が高いし、時代によって例えば10年前の幸福と今の幸福違うんじゃないかとか思ったりするんだけど、なんだろうな、このうーんとサピエンス全書を読むと、まあ、ある意味偶然とかさまざまな歴史の中で形作られた一個の道でしかないんですよね、うんうん、その道で我々の幸福って限定されちゃってるっていうか、うん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 、もうこの言葉ができた時点でかなりの心がその決められちゃってるんですよ、うんうん、だからそのサピエンス全書を読むと幸福とは何だっていうのが、あの人間を外から見てわかるっていうか、だからすごいすごい深いんですよね。他の歴史書でこういうのってあまりなかった気がするんだよな、うんうんうん、ないですよ。なんか、うん、歴史って私今まで全然興味なかったんですけど、はい、なんかこれを読んで、うん、あ、だから歴史を学ぶ意味があるんだっていうのは、うん、そうかも、わかりましたね、うん、はい、いやその博士の話を聞くと、私が捉えられてるものって本当一部だなとは思うんですけど。そうなっちゃいますか？はい、あと私結構なんだろう、埴輪とか出土品見るの好きなんですね。あ、はい、それで多分武器とかさっき博士がおっしゃってたけど、その、はい、やっぱり団体で暮らしてるから、その武器をこう例えば最初は石をただ削っただけなのか、どんどん進化したりとか、そういうのを見て、うん、この人も言ってるのかなと思って、ちょっと時代的な年代がどのくらいかは頭に入ってないんですけど、うん、いやでも確かに、だからもう全てそういう歴史的な発見から全てその推測というか、うん、その多分この人だけじゃないんだと思うんですよ。そうそうそう、いろんな論文を見て、論文のそのなんていうか、結果と議論みたいなのも必ずされていて、それをつなぎ合わせたという部分も大きいですよね。うん、そうですね、だからここで語ること全部そうだと思うよっていう話だと思うんで、その歴史からの、その出土品とかそういうその歴史学から、うん、博士が言ってたみたいに、やっぱりたくさん人が集まってその情報交換できるっていうのが、その武器が進化したりとかすごい有利なんですよね、うん、その辺が、うん、その辺がちょっと面白いなと思ってます。うん、でもその結果今度我々の心が決められちゃうんですよね。で生き残るために認知っていうのが生まれたのに、うん、認知のために今度幸福が限定されていくっていう、うんうん、それでそのこの虚構っていうのは嘘っていう意味なんですか、それとも想像できるとかそういう意味なんですかね。想像っていう意味です。嘘ではないです。嘘ではない、分かります。想像できるっていうことです。あとでも多分いっぱい出てくるかもしれないけど、そうですね、想像することによって何かが進化したりとかするんですよね。そう、まあ、最後に出てくるライオンは我が部族の守護神だっていうのも完全な想像ですもんね。そうです、だからこれはまあ言ったら今で言う宗教みたいなことなんですけど、そのこれを言えるのは本当にホモサピエンスだけで、まあ、それが要は想像上の神話だって言ってるんですけど、こうできることでその神っていうものを作って、その神を信じるからみんなが協力できるとか、そういうことができるのがホモサピエンスだけですって言ってます、うん、でこの虚構が協力を可能にしたって言ってて、まあ、さっき博士も言ってましたけど、うん、チンパンジーだと20頭から50頭の群れで生活してるんだけど、それがまあ限界なんですよね。でたまに100頭とからしいんですけど、もう結構まあね、
うん、統率が取れなくて、はい、さっきの人類もそれは同様です、うん、なんだけどサピエンスはさっき言ったあれ固まったぞ、もしもし今なんか固まったっぽいね、僕のやつが固まったのかな、あ聞こえますよ、ちょっと待って、あ大丈夫です、OK、今 OK です、はい、一瞬閉じて 水飲みます、はい、どうやって閉じるんだろう、まあ、いいや、何閉じる、音声を消すってこと、あ、うん、顔を消そう、はい、すごい今日態度がいいないやでもさすがにそのことがなくても発表してるときに、あ、それはそうか、いや分かんないよこれ、うん、まあ分かんないですね、パクパクもしもしはペチャペチャみたいな、まあ、それともかく、うん、そうね、集団で生きるためにやっぱ言語がいって、言語はまた心を作ってたんだな、そうですね、分かんないのがこの頃って、ホモサピエンスって一つの塊だったんですか、それともなんかいろんなところにもう散ってったりしたのかな、あ、いろんなところに散ってたと思います、ただそのあどうだろうな、何が聞きたいかというと言語っていうのが一つから始まったのか、うんうん、あ、うん、いっぱいあったって言ってました、いっぱいあったのはでも分かれたらいっぱいできるじゃん、それとももともと1個だとしてそれが分かれたのか、分かれたところでそれぞれに言語が生まれたんですか、そう、それぞれに言語が生まれただとしたら、なんていうかな、偶然じゃなさそうにですね、そうですよね、そうです、そうで、じゃあなんでそのホモサピエンスだけこの変化が生まれたのかっていうのは分かっていないっていう、ね、おいおい、それ面白そうじゃん、多分宇宙人だよね、偶然だとしたら脳がそういう構造だった、だってこの世界に言語が一個もない時に、うん、同時多発的に言語が生まれたってすごくない、うん、そう、そんなんある、いやそれはなんかね、なんか それこそそのなんかの DNA の変化でそれが生まれたのかどうかはわからないって、ああ、びっくりした、なんかの DNA の変化でとか言われちゃうともうえって思っちゃうけど、なるほどね、いやだとしたらその DNA が特定されるってことだもんね、ああその DNA って言ってたか、なんかまあとにかくその何かのその生物的な進化があって、うん、そういうこと、いや一番考えやすいのは1個で生まれたと、誰か天才かなんかがいて1個で生まれて、うん、1個が生まれれば別に偶然でもあるじゃん、うん、たまたま幸運にもホモサピエンスには言語が生まれて、でそれをちゃんと、それでそのたくさんの集団を作れるようになったなら分かるんですよ、でもその一人が天才だったとしても他の人が理解しなかったら広まらなくないですか、いやそんなことない、例えばアインシュタインの相対性理論とか一人の天才が広めてった、うん、つまりその最初の発見があれば、うん、最初の発見が一番難しいというか、うん、0を1にすることがね、それが同時多発的に生まれたとしたら、うん、それってなんだろうっていう、むしろ神みたいなのを信じたくなっちゃうよね、うーん、でも博士は知ってると思うんですけど、はい、なんかどっかの島のお猿さんがあれ嘘ですから、あれ嘘なんですか、何信じてたのに、とっくのむと昔に否定されてるけど、まあ言ってください、海の海水にお芋をつけて食べたら美味しいっていうのを気がついて、その島のお猿さんがある日同時多発的にやるようになったって聞いたんですけど、あれ嘘なんだ、いやもうちょっと説明すると、それライアル・ワトソンっていう人が言ってた話で、ある島があって、それで、塩で洗うと美味しいじゃないですか芋がね、でそれで食べるようになったと、でそれはいいんだけど、そこと全く関係ないめちゃくちゃ離れたところにいる別の島ですよ、だからその猿同士は絶対、伝え合えないところでも、ある一定の猿が例えば100匹を超えて芋を洗い始めたら、突然全然離れた島でも猿が芋を洗い始めたっていうので、こうなんていう心っていうのは実は飛び越えて伝播するんだみたいなこと言ってたんですよ、うん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 、でもそれは嘘だったっていう、もう何十年も前に、はい、知りませんでした、そうなんです、なんで どこが嘘なんですか、その突然全く離れた場所でちゃんと伝えなくても、うんうんうん、なんか、まあ、テレパシーのようなものかなんか分かんないけど、ある種のコンセプトはパッて移動するんだっていうのが嘘だっていう、その実験、うん、その話が嘘だっていう、実験自体が嘘、実験という観察かな、それを根拠にみんな言うんですよ、心って ある一定以上、例えば人類の、まあ、1億人ぐらいが何かを信じると、突然そのコンセプトは全く違う地方にパッて誰かに宿るっていう、なんかでも、そういう話
が、はい、この間博士が言ってた、サマエウェル魂、NHK スペシャルサマエウェル魂で言ってませんでした。あ、はいはい、言ってないんじゃない？言ってない。なんか結構テレパシーの話、テレパシーの話はしてる。そう。してるしてる。テレパシーの話はしてるけど、もうあれはでもその猿の話は出してないわけですよ。あ、まあその同じ話ではないですけど。なんかで、猿の話をみんな出したがるんですよ。わかります？その、今の話ってすごい、はい、なんだろう、エピソード的な力があるし。で、そのサマーヨエル NHK のその、なんつう、テレパシーが存在するんじゃないかって話では、それを出さないのがすごい。そのエピソードを出さなかったことで、ちょっと信頼度が上がったっていう。なるほど。なるほど。まあ、それはさておき、まあ、それはあると思われてない普通のこの科学の世界では誰かを発見したとしても、うん、あ、同時に偶然に発見、あの、広がったのかっていう疑問が起きますね。これ多分ね、うんうん、それが分かったらなんかちょっとなんかノーベルなんちゃら賞を取りそうですね。うん、なんかでもそう、確か最初は本当いろんな言語があったって書いてあったから、同時的に、同時的、主語実語とか結構似てるじゃん、どの言語もね。そうですね、そうですね、はい、わかりました。まあ、そこは謎ということでね、その同時的に起こったっぽいと、はい、謎だし、そのなんでサピエンスだけそれをが可能になったのかも 謎ですよね、うん、あの喋ることができるのは、最近、あ、誰かと思ったら丸さんが来られましたよ。丸さん、丸さん、あれ持ってますか、こうイヤホンとか。僕思ったんですけど、マイクをオフにしていれば多分ハウリングしないかなと思ったんですよ、喋るときまでは。喋るときにオンにするみたいな。はい、よし。それでも前試しませんでしたっけ？してないか。あのね、みんな喋るときもずっとオンにしてたと思うんだよな。でもその喋るときがずっと、あ、はい。じゃあ、どうぞ。はい。どこまで聞こえてました？なんか、どこまで聞こえていたか。全部聞こえてましたよ。あ、はい。どこまで喋ったっけな。まあ、なんで、そのサピエンスはその神話に基づいて協力できるから、今何万、その他の人類と、人類と違って、何万もの住民からなる都市、はい、何億もの民を支配する帝国を築くことができる。そうね。で、まあ、例えば、猿に天国でバナナを食べる、もらえるから、今そのバナナちょうだいって言っても、まあ、猿には通じないですよねっていう話。うんうんうん、で、虚構のおかげで私たちは物事を想像することもできるし、さらに集団でそれをできるっていうことに、はい、ができるようになったっていうのがポイントです。はいはい。で、チンパンジーの行動が変化するときっていうのは、それは必ず DNA に変化が起きないとチンパンジーの行動は変化しない。あ、そうね。チンパンジーがなんか環境的なハードルにぶつかって、じゃあこういうふうに変化しないと生きていけないってなったら、その DNA の変化は 何千年とか何万年も要してやっとそれに対応していくんですけど、うん、そのサピエンスはその行動は神話に基づいてるから、その生物学的なとあの DNA の変化をしなくても、そのなんか必要に迫られたらその神話を変えることで行動を変えることができるんですよね、うん、これって言ってる意味わかります？あ、わかんないですか。いや、ルーンさんわかりますか。あ、私は一応分かったつもりで喋ってます。うん、なるほど、わかりました。わかんないですかね、うん、なんかDNA の変化ってすごく長い時間かかるんですよね、うんうん、何万年とか何千年とか、うんうん、世代を超えて世代を超えて、しかもなんだろうな、その何か例えば紫外線とかで DNA が壊れたりして変化したとしても、次世代にはいかないっていうか、その精子と卵が受精したところの DNA が変わらない限り変わらないんですよね。だからもうチンパンジーの行動の変化ってすごい時間かかるってことですよね、何千年何万年って。でも人類は脳みその考え方が変わっていくことで行動が変わるんで、一世代の中で変わっていくんですよね。なんなら5年前と今年では行動変わってたりするんですよね、うんうんうん、それがすげえってことですよね。そうですね、うん、そうで、この本のなんか、まあ、さっき言ったその例えが面白いっていう、その例えに入るか分かんないですけど、そのこういう表現が面白くて、うん、その遺伝子進化の交通渋滞を迂回し、追い越し車線をひた走り、他のあらゆる人類史を大きく引き離したって書いてあるんですよね、うん、要はなんか他の生物はそのさっき博士が言ったみたいに DNA を変化させなきゃ変化できないから、
そこでめっちゃいろんな生物が交通渋滞を起こしてて、だけど、うん、サピエンスだけはもうそこをこう横目に見ながらスイーって、どん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 他の生物を引き離して、交通渋滞どういう意味なんだろうね。まあいいか。はい。でだからそのさこの時点から歴史、文化が生まれて歴史が生まれたって言ってるんですけど、うん、他の生物はその行動が全て生物学的な特性で説明できるんだけど、うん、サピエンスだけはもうその神話に基づいてるからもうできな、うん、生物学的な行動パターンとは離れていってるから、生物学だけで説明できない。だからここからのサピエンスを学ぶことは歴史を学ぶことだって言ってます。うんなんか、うんうん、すごい一人で張り切ってめっちゃ喋ってるから、はい、大丈夫ですかね。面白さが伝わってるかっていうね。伝わって ないですよね。いや面白いですよ、うん、言葉を使うようになったから他の動物とは違うっていうことですね、うんうん、そうです。その言葉の中に虚構があるっていうことですよね。そうなんです。例えばなんか友達っていうのも虚構だもんねなんだろう、その他の生き物には通じないというか。そうですね。あなたと僕は友達ですって言った瞬間2人で何かできそうですもんね。そうですね。であとなんだろう、国家っていうのも虚構ですもんね。はい。村とかね。お金も虚構ですよね。そうです、ね、そうそうそうなんです。そういう意味だと結婚も虚構ですね。いいこと言ってるよ今そうそうで、まあまあこの後出てくるんでしょうね、そういう話も。あ、結婚の出てこなかったんですけど、あの例えば社会、お金とか出てきますよね。そうそう、お金とかは出てきますね。それが面白いよね、その概念が、うん、概念に従って人が生きてるところがね。そう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 、その概念の中に ルールが入っててね。例えば結婚っていうルールに、そうです、結婚っていう言葉ができたことで従っちゃうんですよね。うん、なんか恋人も虚構だし、うん、そうそうそう、不倫も虚構ですね。じゃあそうですね、なんだっけ、シミュレーションとシュミラークルって本があって、はい、世の中の多くの人はこの世界を上手に模倣するためにシミュレーションみたいなの作るじゃないですか。でもその逆かもしれないって言ってる人がいて、概念があるからこの世界がそういうふうに見えているっていう。だから友達とか恋人っていう概念が実はあって、それ本当に存在しないのにその通りに行動することであたかも それが存在するように振る舞ってしまうっていうのがシミュレーションの逆なんですよね。わかりますか？わからないです。そうですよね。だからそのなんだろうな、まあ、例えばなんだろうな、ポリなんでしたっけ、たくさんの人と付き合ってもいいパターンです。ポリアモリとかいう概念が出てくると、急にそれに従って、恋愛をしようとする人たちが出てきたとしましょう。うん、そうするとそれはシミュレーションじゃなくて概念が先にありきでそれを模倣してるんですよね。うん、シミュレーションっていうのは起きてることを今までの人たちが思ってきたことって、この世界をどういうその法則があって、その法則をあるいは自分がしていることを上手に、うまくいかせるためにルールを作ったりとか、法則を見つけたりしてたと。でもその逆で法則を先に作っておいて人がそれに従ってるっていう。うん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 、それがだからあれですよね、きっと私たちが思春期になってなんか男の子と付き合う、みんな付き合ってるから私も付き合いたいみたいな、その付き合うっていう概念を、まあ、聞くわけですよね、先生とか先輩とか。そうそう、友達とか。そうするとなんか手つなぐとかいろんなことを。そうね、どうぞ。だからふと思ったんですよ、私そう、うん、この社会に生きてるからある時を境に男性と付き合うっていうのが普通だと思ってたけど、そうもしかしたらなんかその野生のとこに生きてたら最初に女性を好きになったかもしれないなとか、うん、それはありえる。うん、それは思いました。その辺のね、線引きはとても難しくて、前も言ったかもしれないけど、なんか男女差の話をするときに、これしょっちゅう言ってるな、男女差って本当は ない世の中で言われてるほどなくて、なんだっけ、マクドナルドとかで、女の子ですねって言うと女の子のおもちゃを渡すと、うん、男の子のおもちゃと女の子のおもちゃがあってね、女の子が生まれるんですよって言うと、なんかぬいぐるみ、かわいい人形さん渡して男の子が生まれるって言うと、なんかなんだろうな、銃とかロボットとか渡すみたいな、うん、よくあるのが、その男の子が生まれるとみんな電車が好きになるとか言ってるけど、うん、親がそうさしてんだろ、周りがと、生まれる前からもうそういうふうに育てようとしてるわけですよ。でもそれはなんか、
私も今結構ちっちゃい子周りにいるんですけど、本当にみんな男の子は電車が好きなんですよ。それってでも例えばなんだろうな、僕はまあ娘がいるけど、あの絵本で電車を買ってかないんですよね。いやでもそう、なんかでもそれを超えたやっぱりなんかその傾向ある気がする。そう、その辺のね議論がね、あのいつもあのなんていうか社会学者と、あとなんだろうな、うん、その社会が原因なのか遺伝が原因なのか分からないところでいつも揉めるんですよね、うん、そうですね。だそれがなんだろう、先に概念があるかもしれないっていうね、うん、まあ、話を戻して、はい、マルさん寒いですか？大丈夫ですか？僕ちょっと寒いんですよね。いや寒いって言ってくれたら、あたかもマルさんが寒いからっていうことになるかなと思って。どうぞ。はい、まあ、そういう話です。で、なんか多分でもこれ終わらない気がしてきたな。そうですね、途中でぶち切りますね。そしたら飛ばして、はい、あ、どうしようかな。どうしようかな。まあいいや、そのままちょっと途中で終わるかもしれないですけど。はい。まあまあ買ってもらえればいいんでね。そう、なんか面白いと思って。大丈夫ですか？なんか一人です。妄想してます、私。大丈夫です。あれ、急に気にするようになりましたか？はい、気にする。大丈夫です。大丈夫です、全然。すごい、僕は面白いけど、他の人は分かんないけど。ありがとうございます。じゃ続けますと。ここまで作ってくる人いないですからね。ね、すごい。ここまでちゃんと作ってくる人はいない。あ、ありがとうございます。なんかでも、パワポのがもはやオンラインだと。いや、これすごい時間を使わない人はもうここまでしませんよ。アマゾンで適当なとこピッコピペして。いや、もう仕事せずにこれやってますからね。素晴らしいな。人類の歴史ですからね。仕事よりも大事ですよ。大事です。はい。はい、で、一旦ちょっと、変わってというか、はい、狩猟採集民族だったんですよね、はい、我々は。そうですね。さっきの図を出したんですけど、250万年に生まれて、で農業革命がここが1万2000年前なんですけど、うん、だから249万年ぐらいずっと、狩猟採集民として生きてたんですよ、我々は。この辺のなんか、なんだろう、ポンと急に変わるのがすごい最近って、いうのってなんだろう、生物学やってるとよくありますよね。っていうのはそのなんか40億年ぐらい前に生き物って生まれるんですけど、はい、最初の何だか最初の30億年だったかな、あ、最初の10億年かは一つの細胞だったんですよね、ずっと。急にバーンってくるみたいな。だからなんだろう、その y イコール ax とかじゃなくて、こうもっとこう y イコール x 二乗みたいな、こう急にうんうん、ガンとくるっていうか、そういうっぽいですよね、人ってね、この世界って。だから こういうコロナのさ、その流行りもそうじゃない、うんうんうん、急にガンとくるみたいな、この世界のそのべき条法則っていうんですけど、急にくるんですね。これが自然ななんていうか、カーブなんでしょうね。うん、面白い。怖いですよね、でもそれって。そう、だから急に人類が何かの発見にとんでもないとこ行っちゃうんでしょうね、これからも、ね、そうですね。だから249万年ぐらいがずっとずっと、狩猟採集だったんですね。採集民で、あったものを取るっていうね。そうで、過去1万年前だけが農民 でさらに過去200年でやっと労働者とかオフィスワーカーで私たちはなってって、うん、だから本当にその急激なその環境の変化あったんだけども、私たちの性質っていうのはこの250万年続いた狩猟採集民の時に形作られていて、食生活とか性行動とか争い、うん、だからなんか そこがちょっとちぐはぐというか、その急速に変化したためにここ性質だけ置いてけぼりになって、そのために私たちがたまに疎外感とか憂鬱な気分を抱くんだって言ってました、この人の本で。だからその DNA による変化はすごいゆっくりなのに、日々の行動っていうのはさっき言ったように突然変わることができるので、うん、その2つがちぐはぐになっちゃうってことですよね。そうそう、うん、でここには書いてないんですけど、なんか 1個の例で、なんか例えばその目の前に食べ物が、なんか肥満とかってそのとりあえずあったらたらふくお腹いっぱい食べようとする習性があって、うんうん、それはやっぱりその狩猟採集民の時に、その見つけた時に食べないといけないから、う
そうやって食べちゃうとかそういう話が。でも太るのが始まったのって実は1970年ぐらいからって知ってました。あー、知らなかった。最近だ。そうでしょ。その頃に、まあ、アメリカとかの FDA だとかなんかの発表によると、うん、なんだっけ、ファミレスとかあとピザの宅配とかあの辺がだんだん進化してって、もう食べたかったらすぐ行けるになったのは本当それぐらいなんですよ。そういう意味ではもっと最近なんですよね、うん、その環境は はい、そういう風になったんだけど、はい、で私たちの体はでもそのあったものは全部食べたいっていうのが治療最初にできたから、そこが組み合わさっちゃって肥満っていうのが、さらに言うとその資本主義っていう、まあ、新しい革命みたいな概念が生まれて、人を金使わしたもん勝ちじゃん、だったら食わしたもん勝ちってことになり、うん、そうするとあったもの食うっていう性質を使ってお金儲けしようと思ってそうなったんでしょうね。なるほど、確かに、うん、すごいねこれは。振り回されてるよ本当に、うん、僕一人の話ですけどねこれは。そんで、だからまあこの時の民族のことを学ぶのが大事だって、それがなんかヒントになるって言ってるんですけど、うんうん、狩猟採集民と私たちを比較すると、まあ、ちょっと全部は言わないんですけど、まあ、なんか端的に言うと今の私たちの方がなんかコンピューターもあるしいろんな知識集団としては持ってるように見えるんだけど、個人としては私たちってそのまあ狭い分野での専門知識を得てれば、あとはこうなんていうんですか、もう完成された商品を買えばいいし、何でもサービスもあるし、医者に行けばいいもんね、風邪ひいたらね。そうっていう。でもこの人たち、狩猟採集民はもう一人が全部しなきゃいけないから、はい、もう本当に感覚研ぎ澄まして周りの、環境のこともよく知らなきゃいけないし、うん、まあ、全部自分でやらなきゃいけないから、とにかく幅広い知識があって、うん、で体力もこのなんか自分の体の内部にも精通してたみたいなこと書いてあるんですけど、まあ、とにかくすごい、うん、絶対僕の方が知ってるけどね。この狩猟採集民族よりもお腹痛い、まあ、それって、この辺かな、あ、それ胃だなとか言えちゃうよ僕。まあ博士ぐらいになると違うんですよ。違うわ、みんなそうだわ。みんなが学校で習うもんだって。ほら、いやでもそのなんていうんですかね、その感覚が研ぎ澄まされてるんですよ、要はその、うん、そうね、確かに、ね、下の動きの音を聞こえて蛇の居場所を知るとか。必要ないもんな、確かにな。あともう天気がこうなったら天気はこうなるとか、はいはいはい、うん、そういうこのキノコが食べれるとか食べれないとか、だからその集団だと私たちの能力と知識はあるけど、個人だと、はい、まあ、昔の人の狩猟採集民族の方が優れていたとじゃないか。なるほどね。実際に脳も実はこの頃より縮小してるらしい。本当かよ、それ頭蓋骨の大きさからとかそういうこと。うん、多分そう。本当、でもですよ、はい、うちらの方がだって大学とかまでずっと勉強してるんですよ。やつら多分15とかで成人して社会出ちゃってますよ。12とかもかもしれない。15とかで社会出ちゃってるのに、我々その場合によっては大学院まで行ったりするんですよ。で大腸菌に人間の DNA を入れたりするんですよ。うん、確かに。このなんとかなん、この著者なんていう名前か忘れちゃったけど、この人はハラリさんの方が優れてるでしょう。まあそうですね。まあなんか物の例えですよ。その例えなのかい。それぐらいこの一人一人が超敏感だったよっていう。敏感と能力とまた違うもんね。まあそうですね。うん、そうですね。よし、ハラリに勝った。まあその辺はちょっと分かんないです、はい、分かんないんですけど、で、あ、これちょっと番外編というかあんま本筋とは関係ないんですけど、はい、ちなみにみたいな感じで、はい、ホモサピエンスは史上最も危険な種だって書いてある章があって、うん、例えば4万5000年前にサピエンスが初めてオーストラリア大陸に上陸した時に、うん、そのオーストラリア大陸ってもともとはすごい大型哺乳類の宝庫で、もう自然が豊か、もちろん豊かで、はい、2メートルのカンガルーがいたり5メートルのヘビがいたり、ダチョウの2倍もある飛べない鳥、 2.5 トンあるウォンバットがいたり、あとはなんか全然可愛くない抱きたくないコアラとかがいたらしいんですよ。全然抱きたくないコアラがいたんですね。あ、そう、でかいから、ね、なんだけどその4万5000年前にサピエンスが上陸して数千年で全員姿を消したと。数千年って経ってるな実は。
うん、でも実際100年ぐらいにしてほしいな、それ。まあ、数千年なんだみんなが。あとアメリカ大陸も数千年って、じゃあキリスト生まれる前だね、そしたら。それぐらい前になっちゃうね。今から考えると。数千年前、そうそう。だから、数千年の時間って、今から2000年前にあのキリストが生まれたじゃん、うん、結構な時間経ってるなっていう。でもその前は何百万年前も、何百万年も生きてたんですよ。ずっとその2メートルのカンガルーが。はい。そうか。まあ、今入って言い切ったほど分かんないですけど。なんかそのなんだろうじゃん。あの例え話って、すごくこうインパクト欲しいじゃん。うん、なんかあったんですよ。誰かがラジオで言ったけど、あのトヨタの車乗ってるといろんなことをいろんな助言をしてくるんですよ、トヨタ のナビが、はい、で、もし荷物を、もし後部座席に、タイヤを一つ置いとくと、1年で5リットルの二酸化炭素 を消費しますみたいな書いてあって、はい、5リットルならいいやっていう、なんていうのいやでもそれ一人一人がそれやるともっと脅してくれっていうかさ、でもそれが多分事実だからしょうがないんですよ。そうか、千年に数千年とか言われたらでもそれは滅びそうだなと思っちゃう。でアメリカ大陸はチナジキサピエンスがやってきて、2000年以内に、はい、47族いた大型哺乳類が34族になって、南アメリカは60から50族になった。じゃあさらにマンモスは何百万年も栄えてきたのに、サピエンスが新しいところに上陸したらその度にそこからいなくなって、でついに1万年前に1匹もいなくなったって、うん、だからあれですよね、あの地球って7回ぐらい大量絶滅があったんですよね。うん、あの隕石が降ってきて恐竜が大絶滅したりとか、あとは地球って1回全部凍ってるんですよね、全球凍結って言って、うん、そこでもたくさん死んじゃったんですけど、今回が第7回目って言われてて、その原因が人類っていうね。あ、なるほど。なんかこの本だとその第1波と第2波と第3波があったんだって言ってて、はいはい、その今言ったようなそのホモサピエンスの認知革命後にホモサピエンスが広がるたびにそこの大型動物が絶滅していったっていうのが第1波 で、うん、でこの後の農業革命って第2波 で今私たちがその産業活動、産業革命の後にこうやって産業活動、うん、今言われてることがもうすでに第3波なんだっていうのがこの本の説で、確かに今さっき博士が言ったみたいに、そのじゃあ本当にこのサピエンスが原因なのかっていう議論もしてるんですよ。なんかその気候の変動とかが原因なんじゃないかみたいな議論もこの本ではしてるんですけど、まあでもその結果いやサピエンスらしいみたいな結論に。でもさ、2メートルのカンガルーがいなくなって助かってる動物もいそうだよね。うん、まあ確かそうですね。え、2メートルのカンガルーって普通サイズっぽくないですか？確かに。ごめんなさい。まあまあ普通。ごめんなさいってすぐ謝るな。もうちょっと戦ってほしいな。カンガルー、確かにでもカンガルーは2メートル普通かもしれないですね。わかんない。1.5 メートルかもしれないじゃん。大した。それこそインパクトないですよね。そうそう、そうなんですよ。でもあれだよね、長さ5メートルのヘビとかさ、なんかそのなんていうか生態系の上の方にいそうな人、いそうな動物が亡くなったってことだよね。うん、その下の方に行った動物ちょっと嬉しいかもね。まあでも、まあ、何が言いたいかというと、人類がいる時に絶滅したものをピックアップしてるだけで、うんうんうん、今回はあれ分かりますよ、ね、だって今回って第3波かなんかはすごいあの滅ぼしてる感が僕にもあるんですけど、はいはい、その何千年前とかそれぐらいになっちゃうと、それは、他の時、人類がいない時もそれぐらいの生き物死んでたんじゃないって。まあ確かにそうですね。ほらハラリー。でもなんか もしかしたら私が全部うまく伝えられてないかもしれなくて、なんか、 確かに そうかもね、そういう議論をなんかつら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 ずっと書いてあって。ああそうね、確かにめんどくさい。で結果でもやっぱりサピエンスっぽいよねみたいなことがなんでだったかちょっと忘れちゃったんですけど、そう書いてました。うん。巨大ライオンなんか絶滅した方がもうすごい歓声を上げてる動物いそうだよね。はーっつってライオンがいなかったぜーっつって、まあ否めないです、うん、なんか大丈夫ですか？大丈夫ですね。ただ逆らってみたかっただけです。あ、全然いいんですけど、なんか大丈夫、なんかこう全体的に大丈夫ですかね。大丈夫、今はすごいあれいいですよ。
で、国家農業革命です。ハルさん、なんかないですか？言いたいこと。ちょっと待って、僕はミュートにしますから。ないですって。はい、じゃあ次行きましょう。農業革命行きましょうか。はい、農業革命が、1万2000年前に決まって、農業革命が起こりました。でそれまでさっきも言ったんですけど、その250万年ずっと狩猟採集民族だったのに、突然1万年ほど前に動植物の生命を操作し始めるんですよね。それまでは要はあるものを食べてた。よくその250万年見つけられなかったね。そう、確かにね。なんか植えるだけじゃん、食べてたものを。それぐらいできそうだろう。確かにね、7万年前にもう言語があるわけですからね。ねえ、これ植えればいいじゃんって、誰かね。そうそうそう、本当にバカバカだな、昔の人類。確かに。だって食べたら種が出てくるんですよ。これ植えるだけですよ。いや、それ気づかないんじゃないですか。だから、それこそ、気づくでしょ。それこそ我々はもう当たり前すぎて知ってるけど、まさかこれが育つなんてみたいな。これなんだろうな、これなんか。ゴミ捨て場に多分芽が出てたはずですよ。そうだよね。そういうなんかあった。いやで、タイプ化とか。1万年前に、はい、まあ、農業革命あったんだけど、それがまあどういうふうにできたかっていうのは、はいはいはい、ここでは端折ったんですけど、まあ、確かに今上爪さんが言ったのと似てて、なんか、まあ、最初はその小麦を取って運んでたんですって、その処理するためにね。そしたら、なんかまあその取ってる、運ぶときにこぼれるんですよ。でこぼれたところで芽が生えてきて、はい、でそれ多分それを繰り返すうちに、あ、これ植えればいいじゃんって思ったんですよ。いや、それ7万年6万年くらいするってアホばっかでしょそれ。そう、でもそう書いてたんです。これなんかハラリさん、いや、まだ人類見落としてるかもよ。うん、実は見つけたけどみたいな。うん、農業でも金持ちと貧乏だからこれ良くないんじゃないとか言ってやめてたとかね。まあなんかあったかもしれないですね。あ、でもその前にその、まあ、こぼれて芽が出て始める前に何言ってたっけな、なんか大規模な温暖化になった、地球が温暖化したんですよ。なんか温暖な気候になって、はい、あ、つまり氷河期が終わったとかそういうことかな。そうそう、はいはいはい、それで多分育ちやすくなったんですよね。そういう環境的な。確かに、もし氷河期だとかだったら種とかなんか出てこないから日々の暮らしだけで精一杯とかあるかもね。そうそうそう、あ、それね、多分書いてたと思います、私が端折ってるだけで。なるほどね。なんか、まあ、環境的なそのきっかけがあって、そうかそうか、そんで植えたらいいねってなって、うん、植え始めたって書いてあったんですけど、うん、でそれがまあ1万年、1万2000年前で、うん、なんだけど、この農業革命がもたらしたものといえば、まあ、それで今までその、うん、自由に動き回って生きてきたけど、うん、定住しなきゃいけなくなって、で所有物も増えましたと。うん、でこれが、まあ、縄張り争いとか暴力を生み出す。それまで暴力あんまなかったのかね、わかんないです。でもそれまで上とかいっぱいあったから、むしろ暴力あったっぽいけどね。まあいいか、はい。うん、でそれまでは何でもその日取れたものを食べてたから、なんかすごい、うん、特に多様性があったらしいんですよ。いろんなものを食べてたんだけど、うんうん、はい、この頃からもう8割ぐらいが穀物になったから、栄養が偏った、炭水化物か、うん、栄養偏ったし、うん、ある年は不作だったりすると、もうそれだけでその集団が何千人単位で死ぬ、うんうんうん、だからそのリスク、その依存するリスクが高まった。ちなみに五穀米ですけどね、分かんないけど、そのもうちょい栄養ありそうですよね、うちら食ってるやつより。ああ、確かにそうですね。ほら、ハラリどん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 栄養は偏ってますね。ダメ、大塚製薬 のマルチビタミンがあるから大丈夫。はい、で、あとは、はい、まあ、そこからもう指数関数的に数が増えていったんですよね。そうね、まあ、その食はまあ偏るとはいえ、まあ、大量にできるから、うん、どん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 人間の数が増えていって、そうすると支配層が生まれて貧富の差が生まれたんだけど、でみんなそのより良くなると思ってその種を植えて農業を始めたはずなのに、うん、大多数 その支配層が生まれただけで、大多数の人の個人の生活はむしろその狩猟採集民の時よりも悪くなったって。本当かな、言ってました。
さっきそれ多分それ言いたくて、さっき前の章でなんかこのすごい豊かな暮らし感を出してるんですよ、この狩猟採集民の。毎日採集は毎日わずか3から6時間、朝8時に森や草地を歩き、キノコを摘み、カエルを捕まえ、時折虎から逃げる時折虎から逃げるだけがなくなっただけでずっとありがたいわ。午後に戻って昼食を食べる、噂話をしたり子供たちと遊んだり、ただブラブラする時間がたっぷり。たまに虎に捕まるが交通事故や産業公害の心配ない。交通事故の方が多分虎に会うより少ないんじゃないかな。あと子供たちと遊んだりただブラブラする時間は僕もあるよ。まあ、あんまり邪魔つけないでください。はい、すいません。ハラリさんとかすごいいい生活してんだろうな、今頃な。まあそうですね。ほら来た。まあ、博士もいい生活してるじゃないですか。絶対狩猟採集民族よりはいい生活してますよ。まあ、間違いなく。まあでもそれこそその幸せとかっていうのは違ったかもしれないです。狩猟採集民族より幸せだと思うんだよな。もうなんか比べられないですよね、でもなんか。だって毎日あれですよ、ネットフリックスで動画見てるんですよ。それが幸せかどうかって比べられなくないですか、その狩猟。じゃあもしルンさんがその狩猟採集民族と交換できると、残りの人生。いや、それは嫌ですよ、もちろん。だって。じゃあ向こうの人はどう言うだろうね。いや、向こうも絶対嫌でしょうね。いや、そんなことない。うん、これ見れる毎日とか言って。へぇ。いや、まずコンビニとか見たらビビるよ、多分。こんな食えんのと。いや、でも多分美味しくないと思う。その味覚も違うし。いや、うまいって。かな。あの、何だって DNA は変わってないんですよ。でも多分私たちが今食べて美味しいって思うものって、それこそやっぱ文化で彩られてるって。だってあるじゃん、そのなんかあのよくテレビのなんていうかドキュメンタリーで、原住民とかに行ったりするとみんな T シャツ着てたりするじゃん。やっぱこっちの方がいいんかいっていう、靴履いちゃってさ。でそれはなんかある程度やっぱどん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 寄ってってるからで、もちろんそので我々は寄ってかないじゃん、向こうに。じゃあそうだって向こうからこっちに進化してんだもん。進化、いやいや、だから向こうの人は、まあ、1週間もこっちで生活したらね、ウルルン滞在期みたいな感じで、こっちになりたいって言うと思う。でもルーンさんが向こうで1週間生活したらやっぱり戻りたいって言うと思う。うん、まあそうですね。よし。なんでその話になったんですか。だからあのハラリさんが、いや実は狩猟採集民族の方がいろいろ豊かだったよとか言うから嘘つけって僕はツッコミを。この時の農民に比べたらですよ、この。この時の農民とその前の狩猟採集民族ってこと。そう。でこの農業革命起こった直後の、まあ、直後かかんないけど、農民は結局そのあれ一定の支配エリート層ができて、エリート支配層、ね、集団としてはその規模は大きくなったけど、多くの人の個人の生活は苦しくなった。なんかそれはもうだからその時っていうのはまあ江戸時代でもないってことね、弥生とかそういうことね。そうそうそう、農業が始まった直後ぐらい。そうか、でも土器とか作る余裕あったけどな。まあいいか、やめとこう、次行こう。はい、で小麦が、あだからまあそれをもじってというか、なんかその私たちはその良かれと思ってやったんだけど、結局まあ生活は苦しくなって、結局サピエンスが栽培化したと思ってたけど、それらにサピエンスが家畜化されたんだっていう表現をこの本でしてました。小麦に家畜化されたってことね、例えば。そう。で、小麦はだって それを経て、今やもう地球上にいっぱい栽培されてて、あの種としてはまあ成功というか。それもね、僕反対な、そのハラリさんの議論も僕すごい引っかかるんだよね。その生き物って増えたもん勝ちじゃないですか、はい、ガチなんですよ。だからコーンとかあのなんだっけコーンね、あのトウモロコシとかあって ものすごいたくさん増えたわけですよ、はい、でも人類もまあ増えてるじゃないですか。でも増えれば増えるほど幸福かっていうと、個人の幸せと種の成功って全く別だと思っていて、あかそれまさに言ってますよ。あそう、うん、で種の成功なんてうちらにとってどうでもいいんですよ、うん、はいはい、そうそうそう。だから小麦が成功とかって話は全然なんていうかな、何の意味もないっていうか。あそう、ちょっと今私の表現も悪かったかもしれないけど、なんかこれで本なんこの書き方として本気で小麦が成功したって言ってるわけではないと思うんですよね。なんか、はいはいはい、その
その農業革命を史上最大の詐欺だって言ってるんですけど、うんうんうん、もうそれもなんかその表現としてまあお面白いというか、そういう表現を使いたくて使ってて、でまあその詐欺、じゃあ詐欺誰に詐欺されたのっていうので、まあそのなんていうんですか、小麦を擬人化して、まあ、こう今小麦ってこれによってすごい種としては増えてるから、まあ言うなれば我々が小麦に家畜化されたみたいなもんだねみたいな、なんかでもなんかあるじゃん、その大きな農業の企業ってあるじゃん、なんていう企業だっけ、モンなんちゃらとかさ、モンなんちゃらってあるよね、はい、あれってモンサント、モンサントだっけ、それって多分次世代が作れないようにして、自分のところで種をなんか栽培なんていうか作って、人工的に自分たちが作り出して、そして毎回輸入させようとしてたりするじゃん、それってその何、小麦が負けてる気がしない、確かにとして、そうですね、よっしゃ来た、いやだから本当その本気で言ってるわけじゃないいやさ、その嘘だとしても、うん、詐欺られてるのは小麦だろうなと思っちゃう、うん、まあそう、よし、そうか、いやでもさっきその博士が言ったまさにその種としてはその農業革命でじゃあ人類って増えたんだけど、で、はい、種としてはそうね、そうかそうか、なんだけど結局個人としてはどう、ね、どうなったかっていうと、確かにね、苦しくなったんじゃないかっていうので、だから狩猟採集民族の場合は例えば、まあ、食料を取った時に家族団らんがあったりとかしてね、仲良かったりしてみんな同じぐらい公平だったりしてね、でも一方でその支配階級が出てきたら、なんだあの信長はと、俺のおじいちゃん殺しやがってみたいな、そうそう、例えばそういうことですよね、そう、まあ、急に合わせてくれてありがとうございます、まあはいだからこの史上最大の詐欺だっていうふうに言ってます農業ね。で何が起こってたかっていうと、まあ、短期的にはその世代だけ見るとその当時の人たち、人たちはその時々の人たちはより良くなろうと思って小麦をよりせっせと植えて、うん、より人生が豊かになるって思ってやったんだけど、うん、それが何世代も繰り返されるうちに、うん、結局まあそれで人口が増えてくるんだけど、うん、さらにその人口が増えるとさらに食料を必要として、うん、なんかその悪循環になってって、でそれが何世代にもわたって起きていくから、うん、結局それでまあ種としてはどんどん増えていくんだけど、個人としてはだんだん苦しくなるよと、うん、でもその何世代か後に振り返ってももう人口は増えたから、もう狩猟採集民には戻れないわけですよね、もうその小麦がないとこの人口を賄えないから、うん、だから罠の入り口はバタンと閉じてしまったって言ってます、うん、でそれをそう、うんまあ、ちょっとだいぶ単純化して喋ってるかもしれないんですけど、うん、でその贅沢の罠って私たちにもあるよって言ってて、うん、贅沢は必需品となり新たな義務を生じさせる、で例えば私たちは若い頃からがむしゃらに働いてお金を稼いでより良い暮らしをしようとするが、35歳になる頃には多額のローンを抱え子どもたちを学校にやらねばならず、郊外の一戸建てと2台の自動車が必要になってなおさら一生懸命働くよと、うん、でもう一個の例が、例えば手紙、うんうんうん、前は手紙を一個書こうと思ったら文章に手紙書いて封筒に入れて切って貼ってポストまで持ってって、でやっと手紙が送れて、で返事も何日も待たなきゃいけなかったんだけど、うん、今は電子メールがあってもうピュッとピュッと送れて、うん、だいぶその時間が短縮されて、そうね、それってそれでより豊かな人生を送れるはずだったのに、うん、今の私たちはじゃあどうなってるかっていうと、私たちは毎日何十通も電子メールを受け取って、でみんなすぐ返事もらえるって期待しているよねって、だから、うん、逆に人生ってその節約できるはずだ、豊かになるはずだったのにより世話しなくなっている。これじゃあこれを農業のところで言ってるってこと？あ、そうそう、農業のところでその贅沢の罠について話して、うん、そう話してて、それの現代版みたいな感じで、うん、これってあれなんだろうな、社会主義とかでもそうだったのかな、うん、と言いますと、と言いますと、これは、農業がもたらした一見幸福に見える不幸みたいな話をしていると思いきや、資本主義社会っていう概念が生んだ不幸なんじゃないとも思うんだよね。あ、そうですよね、小麦のとこで思ったんですけど、うん、小麦になったから肉ほど保存できないのが、うんうんうん、今富を蓄積できるようになった、例えばお米とか、うんうんうん、それによってそれを、より多く取ろうという人たちが勝ってるわけですよね。うまく言えないけど、その支配
階級というか、うん、国がなければそういうこともなかったかなって。国がなければ、小麦とかの農作物がなければ富を蓄積しようってことは思わなかったんじゃないですかね。ちょっとまあ上鶴さんの話は置いとくかでもまあ要はそれも含めより良くしようとしてるんですよ常に。違う、僕が思ってるのは、いやこれ農業のところで語ってるけど、いやより良くするって、うん、例えば資本主義って別に誰も今最高と思ってないじゃん。資本主義が最高と思ってちょっと前まで思ってましたよ、20世紀は。はい、でも今いろいろ問題が起きて悩ましいなと思って新しいシステムを考えたりしてるじゃん。そうなん、考えようとしてるんですよ。まあこのだからサピエンス全史の著者もだってなんか多分今はいいと思ってないからこんなの書いてるわけですよ、うんうん、資本主義も実験だし社会主義も実験なんですよね、うん、でこの私たち若い頃がむしゃら働いてお金稼ぎより良いなんとかっていうのはこれ資本主義っていう、まあ、ある種の実験の結果でしかないと思うんですよ、うん、決して農業革命が生んだものじゃないと思うんですよね。だってがむしゃらに働く必要なんて、で何より良い、ローンを抱えとかってもう違うじゃん、違う革命起きちゃってるじゃん。そう、これすいません、農業革命でこれが起こったって言ってるわけではなくて、はい、その農業革命のとこで言ってたそのなんていうんですかね。そしたら多分ファクトフルネスを書いた著者は、うん、おいおいハラリ君と、はい、君また悪いとこだからばっかり見せてませんかって言いそうですよね、はい、もっと世の中良くなってますよと、例えば子供のいじめは減ってますし、はい、世の中はより平等になってますと、うん、いやだから一つの側面としてその、はい、何事も私たちはより良くしようと思ってより、はい、なんか改善していくんだけど、はい、結局あ、はい、お結局より良くしようとしたものが、はい、よくよくしたものが、で難しい。それは多分ハラリさんがまだ世の中ちょっと分かってなくて、うん、でそのあるじゃん、その例えば昔だったら、うん、車椅子とか、まあ、そういう足の不自由な人って、うん、なかなか表に出れなかったり、なんていうかな、まあ、今だったら電車でわざわざ乗っけてくれたりとか、まあ、当たり前なんですけどバリアフリーになったりとか、あるいは何だろうな、もう普通に、スーパーとか行ったら一番その入り口に近いところに駐車できるようになってるんですよ。ほらねと、よくなってますよねと。あ、もちろんだからよくなってることもあるんですけど、いっぱい、はい、でもその物事の一つの、いや多分全体的によくなってるんですよ。殺人は減り、うん、はい、あそれから何だろうな、例えば自殺者を減らすためになんか電車のところになんかガードつけたりとか、あとそのなんか会社ブラック企業は減ってね、がむしゃらに働くのは今あまり良くないことにされてますもんね、うん、なんかそのこの本のトーンとしては別にちょっと私の書き方あれだったかもしれないですけど、なんか全てが悪くなってるって書いてあるわけじゃないんですよね。はいはいはい、そうですよね。なんかもう淡々とこれはこうなってる、これはこうなってる、どっちかというとこう淡々と書いてあって、でここに関してはその、まあ、こういう側面があって、うん、より良くしようと思ったのに結局幸せになれてないっていうこともあるよね、うん、みたいな、なんかその、うんうん、こういうこともあります、ね、農業ではまさにそうでした、だからこれは詐欺だったって言ってるんですけど、うん、でも一方でまあもちろん良くなってる、これが良くなってる、これが良くなってるって話もいっぱい書いてあって、うん、確かにね、行ったり来たりですよね。なんか本当中立しそう、なんか本当もう淡々と書いてある。いや分かる分かる、だからそのこの私たちは若い頃がむしゃらに働いてお金を稼ぎより良い暮らしを失業するが35歳になる頃は多額のローンを抱えとかいうのってある時期本当にみんなやってたこと で、はい、でそこまで来てあれこれ違うぞと思うんですもんね、うん、なんかそこに罠があるっていうのが多分この人言いたいのかなと思ってるんですけど、はい、まあまあそうかも。次行きますか。なんかそれが必ずしも悪いことだけにはつながらないんだけど、少なくともそういう罠があるよっていうのを知っとくと違うよみたいな、うん、罠はあるね。しかもなんか今もうほっとけばハマっちゃいそうですよね。何？罠に。あ、そう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 、うん。気づくことで、あ、これが罠だって思うこともできる、うん。人類全体が罠にはまってたりするもんね、こういうふうにね。そうそうそう。うん、なるほど。あ、で、ちょっとまた、うん、ちょ
ょっと本筋からずれて、あのこの革命の犠牲者たちっていうので家畜の話をしてるんですけど、うん、でまさにさっき博士が言ったこの家畜って種としては成功してるんですよね。その、はい、種として成功した1位がホモサピエンスなんですけど、2位3位4位は家畜化された牛豚羊なんですよ、うん、で 1万年前ってそれぞれ数百万程度の個体しかなかったんですけど、今それぞれ10億頭ずつぐらいいるんですって世界に、うん、なるほどね。じゃあそれすごい種として成功したのかっていう疑問があって、じゃあ個体としてはどれだけ幸せになったかっていうと、もうひどいですと、もうめちゃめちゃひどくて、そうね、うん、もう本当に極端なまでに惨めだって書いてあって、もうこれもね結構何ページにわたって書いてあって胸が痛くなるんですけど、あの例えば牛は本当は25年生きれるんだけど、うん、家畜化された牛は数ヶ月しか生きれない、うん、でまあ乳牛だったら何年も生かしてもらえるけど、でもその何年もの間自分の欲望とは無縁の生活を送ってて、うん、常に妊娠してて、もう妊娠して子供生まれたら引き離されて殺され、うん、でさらにまたすぐまた妊娠させられ、常にもう妊娠され、うん、して牛乳を出し続ける。でニューギニアの多くの社会では豚は逃げ出さないように鼻をそぎ落とされて、もう匂いを嗅くたびに激しい痛みを覚える、うん、そしたらもう人間に頼るしかないから、もうそれで、ご飯をもらって生きていくしかない。悲しい話入れてくるな。そうね、これもねすごい、もっともっともっとひどいことがいっぱい書いてあって、猫ちゃんの例も出してあげて、そのお家で飼われてる猫ちゃんとかのそれは一切書かれてないです。もうこの家畜、まあ、そういうひどい、うん、ひどいよね。だから本当種としての成功とまさに個人の、そうね、全然違う。ああやっぱハラリさんも上がってたか、うん、でで、まあ、農業革命以降、それまで500から800人ほ万人ほど狩猟採集民が生きてたんだけど、もうそこから1世紀には2億5000万人の農耕民が世界で暮らすようになりましたと、はい、でまたこの農業革命によって、それまではもうその日のことしか考えてなかったんですけど、狩猟採集民って、うん、結構未来についても考え始めた。 そうね、うん、それはまあ未来の不確実性とか、あのまあこう農業ってな1年の作業だから、まあ、その1年の心配しなきゃいけないし、でさらにまあ来年も本当に取れるかとか心配しなきゃいけないし、うん、またなんかやっぱなんか心配してなんか手を打つことができるからこそ心配するようになったって書いてある。確かに、うん、でまあそういうストレスが政治、なんかこれよく分かんなかったんですけど、ストレスで、まあ、ストレスでっていうか、まあそういうのから政治とか社会体制の土台となって、またその余剰の食料ができるから戦争、芸術、哲学の原動力となった。社会拡大していった。支配者エリート層が出てきた、うん、なんかギリシャとかで奴隷とかが働いて、それ以外の人が芸術とか哲学を作ってたみたいなことですかね。うんうんうん、そうそうです。なるほどね。で、またそうさっきの想像上の秩序の話に戻るんですけど、まあ、ここからだんだんこう近代ではないんですけど、だんだんこう最近の話になってくるんですけど、うん、想像上の秩序とは何かって、まあ、改めてなんですけど、うん、2つ例が出てて、はい、まあ、ハンムラビ法典とアメリカ合衆国の独立宣言。うん、で、うんうん、ハンムラビ法典はちょっと何年だったか忘れたんですけど、このアメリカ合衆国の独立宣言が1700何年代とか、うんうん、ハンムラビ法典はそれより昔なんですけど、うんうん、でこのハンムラビ法典では、人間を2つの、まあ、男女とあと3つの階級、上層自由人、一般自由人、奴隷に分かれていて、うん、全部で6つの階級に分かれてたんですね。はい、でみんな価値が違って、それぞれもちろん男性の上層自由人が一番高くて、ハンムラビ法典紀元前1792年、すごいね、これすごいですね、うん、で一番下が、ま、女性の奴隷だったんですけど、うん、そうで一方アメリカ合衆国の独立宣言は人類はみんな平等でって言っています、うん、やっぱよ よくなってるな、人類は少しずつ、うん、そうでこれじゃあどっちが正しいですかって言った時に、はいはいはい、確かに、ハラリさんはどちらも、まあ、どっちが正しいとかじゃないと、
どちらも想像上の秩序ですと。で、あらゆる人間が平等に作られてるっていうのは私たちには事実とか真実に聞こえるけど、それは神話ですと。まさにそのさっき言った人類がシミラクルだ、認知革命によって得た虚構なんですよ、うん、虚構ね、うん、だから私たちは私たち今の今に生きてるから今の神話が正しいって信じてるけど、これは虚構ですと。それ僕思うのが、まあ、例えばあらゆる人類が平等に作られているっていう神話を信じるとすると、これによって生まれる不幸もありますもんね。ああ、例えば平等じゃないじゃんっていう、平等に作られてんじゃないのって言って、そうですね、そう最初から思ってなかったとするじゃないですか、うん、ハムラビ法典が信じてたとしたら、うん、何とも思わなかったことが平等に作られてると思った瞬間に不幸になりますもんね。確かにそうですね、虚構が作り出す不幸みたいな、なんだろう、あの昔あのスティーブ・ジョブズとかがまあ起業し始めた時に、あの誰でも起業して大成功できるみたいな神話を信じ始めて、実はそのすごい一部の運のいい賢い人しか金持ちになれないってことを知らない人たちは苦しみましたよね、その虚構で。うん、確かに、なるほど、ね、それはいい視点ですね。そうなっちゃいますか。いやだからその何だろう、幸福を作ってるよね、我々の常識、その虚構が、虚構が作ってそう、不幸も作ってるってことです、うん、そういうことです。そう、うん、でそう、これがだから正しいとかじゃないっていうのが結構、うん、これこそが仏教でいうところの何て言うかな、煩悩とかですよね、つまり、うん、嘘の世界ですね、うん、そう、この世界を歪めて見てますっていう。でもどう考えてもそのハンムラビ法典のその例えばあの女の奴隷を殺しても、うん、その奴隷って所有者だから、はい、所有物だから、うん、その奴隷を所有してるその一般自由人とか上層自由人に20シュケル払うとか、うんうん、それから男性だったら30シュケルになるとか、うんうん、なんかもう私たちからしたら到底こう受け入れられない、うん、価値観というかその虚構なんですけど、うん、でもじゃあだからといって私たちの今のじゃあ人類平等だっていう方が正しいわけでもないって言ってるんです、うん、それがなんか衝撃。それは受け入れられるんですか、その話を。あ、なるほどなって言って信じ込めますか。なんかなるほどなとは正直思ったんですけど、まあ、本当の意味で理解してるかは分かんないですけど、まあ、そういう考え方に対してなるほどなって思ったって感じです、うん、まあ、最近で言えば LGBT とかですもんね、うん、ちょっと前までは犯罪だったりしましたもんね、うん、男性が男性を好きになることは犯罪だったりしたんですよね。そう、うん、それもあんま分かんないですけど、うん、あとマリファナは実はあの犯罪じゃないっていうふうになるかもしれないですよね、20年後ぐらいに。そうですね、今もアメリカでは合法ですね、いくつかの州で。そうだからもう結構曖昧ですね、うん、そう。でも方向性はあると思って。どうぞ。あ、すいません、マリファナの話とかその LGBT の話は全然まだ受け入れられるんですけど、やっぱりこの人類が、うん、人権が平等じゃないっていうのはなんか、うん、平等じゃないっていう価値観と今の平等だっていう価値観が、だからどっちが正しいっていうわけじゃないっていうことがすごい。つまり正しいがあると思ってるってことですね、ルンさんは。そう絶対的に正しい。そう、マイケル・サンデルが面白いじゃないかって言いそうですね。誰でしたっけ、あの正義の話をしようっていう、あのハーバード大学の政治学者。はい、うん、そうかな、うん、でも僕一定の方向があると思っていて、まあ、人類は多分ずっと個人の幸福を追求する方向法に進んでるんだろうなと。一人一人でもう全員が幸福になるっていう、うん、なぜなら誰もがそうじゃない立場にな、あ、つまり弱い立場になる可能性があるから、自分や自分の子供も含めて、うん、はい、だから そうですね。え、あのすいません、人類は幸福のために進化してるんですか、はいはい、幸福がベースなんですか。幸福っていうこと自体が実は虚構じゃないですか、うん、で幸福って何なのかって僕は定義すると、うん、あの嫌な感情が一つもない状態、まず一つね、うん、それから嫌な感情って何かっていうと二度と体験したくないってことですね、うん、
痛いとか辛いとか悲しいとか、うん、でかついいことが1個以上あるっていうのが幸福だと思うんですよ、うん、で、はいどうぞ、うん、便利さと幸福ってイコールなんですか？イコールじゃない、多分便利さが幸福の中に含まれる。便利さって例えばそれをもう一回味わいたいと思ったら幸福、うん、その便利さを、わかります？なんかこう便利に、はい、いろいろなってきたなって、はい、てるとは思うんです、はい、まあ、確かにその便利が全部幸福だとは私は思ってなくて、私は結構昭和とかが好きだったりする。はいはい、昭和ね、はいはい、だから例えば携帯電話とかも私すごい抵抗があったんですよ最初。はいはい、はい、っていうタイプの人間と、はい、でまあ なんつうんだろう、そのこう来る何こう便利に気持ちよく生活していくためにこうなっていったのと、うん、幸福っていう言葉がずっと出てたのが、私は何だろう、そこがつながらなくて、はい、便利と幸福がねってことがつながらない、うん、便利と幸福、いや、なんか幸福って言葉が最初からすごい出てきてるじゃないですか。はいはい、それがなんかあんまり私の中ではつながってないから、幸福とその今の世の中のその関係性っていうか、はい、なんて、なんだろう、すいません、ちょっと便利という言葉だったら分かりやすいんだけれども、そうそうそう、幸福っていうのはいまいちピンとこないと、それを目指してる気がしないというか、そ、うん、便利になってる世の中は分かるけど、うん、幸福になってきてる世の中とは思えないというか、そういうことですか、うん、思えないし、それを目指してきてるのかとも思えないというか、あ、幸福って言葉が確かにすごい分かりにくいんですよ、うん、あの曖昧だしちょっと宗教がかってるし、うん、でも実際にはさっき言ったように、まあ、将来自分の嫌なことが全てなくなってあのいろんなことがね、そしていいことが起きてほしいってみんな思ってると思うんですよね、うん、それが具体的には例えば便利なのかもしれないし、あるいは何だろうな、素敵な男性との結婚かもしれないし、人によっては何だろう、友達と楽しい日々を送るかもしれない。でもなんかあると思うんですよ、うん、あのこうなったらいいな、こうはなりたくないなっていう、うん、こうはなりたくないなを一言で言うと不幸で、うん、こうなりたいなを一言で言うと幸福ですね。あ、そう考えるとみんな目指していると、うん、で物が便利になるっていうのは多分それもファクトフルネスでやってたことではあるけれども、うん、ファクトフルネスっていう本では人間を4つに分けてるんですよね、うん、で1つ目は歩いて、あの移動手段が歩く人たちっていう、で次が自転車で移動する人たち、次がなんかなんだろう、なんかあのバイクかなんかで、誰もが最後が誰もが持ってる自動車を持ってる世界ね、で誰もが自動車を持ってる世界まで、あ、その歩いてる人たちは洗濯機もなかったりするわけですよ。そうすると多分幸福ってこの洗濯する一日が洗濯で終わっちゃうような日って辛いなっていう、まず便利さが幸福になるんでしょうね。昭和の初期頃に三種の神器とか言いながらカラーテレビと洗濯機となんとかみたいな、それさえ揃えば幸福になれそうだっていう、ちょっと前の中国みたいな。でもそれが揃っちゃうと次それがあっても幸福じゃないなと思うんですよね。もっと目指すものがあるだろうと、こうなってからちょっと難しくなったんじゃないかなっていう思いません？で、ある時からテレビの CM とかで単純にその機能が便利って売るんじゃなくて、例えばこれを買うとなんかおじいちゃんがテレビ電話で孫と話してるみたいな、あ、それで そういう幸せっぽいイメージを餌にあのスマホを売るみたいな、うん、だからそのなんだろう、途中からなんとなくの幸せイメージみたいのでなんか商品売ってるんですよね、うん、なんか急に、なんだろうな、みんながだ女の子とすごい仲良くなってる男の人がなんか脇にスプレーしてるとか、なんかって分かりますかね、機能じゃなくて未来にこういうことが起こりそうですよって幸福感で売っているっていう、だからそういうふうなその時代時代、昔はやっぱ幸福は便利ですよ、うん、遠くまで行けちゃうんですっていう、暑くて死ななくてクーラーでいいですよみたいな、うん、でもその人間のアプリケーションがあのなんていうか、よりよりいいものを探せんって作られていて、しかもそのお金使えば使うほど企業が儲かるっていう資本主義社会なんで、
あえてこれを使ってくださいこれを使ってくださいってみんな言ってくるんですよね。そうすればより良くなりますからみたいな。それがあの何て言うかな、企業とか作り出してる虚構の、虚構って言っちゃダメだな、企業が作り出している嘘の幸福 でそこと便利さがつながってこないですよね。実際には関係ないんで、うん、難しい、難しいですよね。いやそこで気づくんですよ。あの昔ではこれも言ったけど、うん、あのそれは日本とアメリカはちょっと不幸で、というのも不幸とかあまりここで出すと話はややこしくなるな。ヨーロッパとかだともうちょっと早いうちに、文化的にいろんなことができるようになって、でその物で満たされていても幸福じゃないんじゃないかっていう人たちが現れて、そしてなんだろう、時間を楽しむとか日々を味わうみたいな風になってったんですよ、幸福がね。ところがあと20世紀から21世紀のアメリカとか日本はずっと右肩上がりだったんで、明日が今日よりも良い社会っていうのが植え付いてるんですよね。ってことは今はまだ、完全な幸福じゃないっていうふうに思っちゃうんですよね。だから、幸福の概念が今はまだ完璧な世界じゃないになっちゃってるんですよね。ってわかりますかね。9時ですか。やばい。そうそう、まあそれ置いといて、だからその幸福はまた別、あの人間のその人間というものをちょっとちゃんと理解しないと、あのさっきの人類のようにあの35年とかローンを組んでとかそういう話になっちゃうんですよね。うん、まあそれはさておき、難しい。じゃあ話を戻しますか、ルーズさん。あ、戻ってきますか。あと7分なんでね。7分か。じゃあちょっとあと7分で、まあ、どうにも ならないですね。確かに。まあなんかそういう感じ。どうしようかな。すごい作ってきたな。あ、じゃあまあなんか本筋はまあ多分もう終わらないので諦めて、うんうんうん、一つのテーマとしてなんか男女間の格差、あのヒエラルキーっていうのがあるんですけど、まあ、このヒエラルキーも創造だよって言ってるんですけど、うん、はい、でヒエラルキーってでもその社会でその最初は偶然で生まれるんですよね。例えばアメリカだと黒人が差別されてるのも、うん、あのまあ、そもそもアメリカ大陸でアフリカを輸入したところから始まアフリカから奴隷を大量輸入したところから始まってるんだけど、うん、これってその当時そのアメリカであのなんか感染症が流行ってて、それにその感染症に強かったから黒人が輸入されたとか書いてあるんですけど、結局そこからまあ文化的な差別が始まって、うん、それが法律を形作って、それが黒人の環境を悪くしてこの悪循環に陥って差別っていうのがあるんだけど、うん、でそれ社会によって、まあ、インドのカースト制度とか、はい、まあ、そういう偶然から生まれてそれに神話をこうがこう肉付けされてヒエラルキー、うん、創造上のヒエラルキーが生まれるんだけど、うんうん、その男女間の格差っていうのは、うん、世界中どこでもあったんですって。世界中どこでも男性優位で家父長制。でそれってなんか他のヒエラルキーってまあ偶然から生まれたって言えるんだけど、うん、でもその世界中どこを見ても必ず男性が優位っていうのはもう偶然じゃないと何かある、うんうん、そうか。だから白人だったらもしかしたらアフリカが何かの理由で、白人を連れてきた白人が奴隷になってたかもしれない。そうそう、そこ逆だったかもしれないんだけど、そうじゃないってことね。男女、そう、男女だけに関してはどこを見ても必ず男性、逆転してる社会がないんだと。そう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 。卑弥呼とかそうじゃない気もするけど、まあいいか。どこが？日本のあの卑弥呼とか、一番上の女王が卑弥呼ですよね。あ、それも言ってたんですけど、卑弥呼とかあとはクレオパトラもわかんない。エリザベスとかわかんないけど。エリザベスとかその、うん、女王っていうのはあのなんて変なんていうんだっけ、特例的にはあったんだけど。あったんかい。あ、でも例えばそのエリザベス女王が君臨してる間、はいはい、それ以外のそのエリートって全員男で、ああそういうことね。そう
あの何十年も、うん、何百年か忘れたけど、ずっと男だったんですね、エリザベス女王以外。そうかそうか、たまにそういうのは起こるけど、基本的には男が優位だったと。はいはいはい。それがなんでかっていうのが未だ分かっていないよって言ってて、説として3つあるって書いてて、うんうんうん、1つはまあ筋力説、まあ、単純に強いから、うんうん、そのもうオリンピックとかね、男性の方が結果出しますもんね。そうそうそう。で1つはまあ、でもう1つは攻撃性、エストロゲンの方が男性が分泌が強いから、うん、まあ女性は協力的だけど男性は攻撃的だっていう性質がそうしたんじゃないかっていう説 と、ね、うん、あとはなんかあこれうまく説明できないですけど、まあ、異なる生存と繁殖の戦略によるものっていう3つの説があるんだけど、うん、なんかどれもこの本で議論してて、結局でもどれもちょっと違うっぽいって。ずるいな、ハラリさん。答えは出してないってこと？そう、だから結局まあ分かんないって言ってるから、まあ、ぜひ博士の見解を聞きたい。やっぱり女性が妊娠出産子育てっていうのがあって、多分一番下の説なのかな。そうするとその間はどうしても男性に頼らざるを得ないというか。うん、なるほど。そうね、うん、だからかな。だから生存と繁殖の戦略によるものかなと思っちゃうけどね。まあそれなのかな。それがなんで違うっぽかったかは忘れちゃった。だからその妊娠とかしたら、まずその男性はそこら中の女性として増やすことができますもんね。あ、そう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 。で女性はなんか一人を選ばなくちゃいけないし、ある時期はもう頼らなくちゃいけないですもんね。少なくと もう生物学的にその一時期は、うん、今の日本は世界は先進国は違うけど、ちょっと前までは頼らざるを得ないっていうか。うんうん、まさにそんな感じのことが言ってました。そうね。まあでも分かったって言っちゃうととんでもないことになるから、やっぱ分からないがいいかな。単純にその体力だと思っちゃいましたけど。ね、私も最初そう思ったんですけど、なんかね、筋力ね。強い。なんかね、反論とかも書いてあるんですよ。もし本当にそうなんだとしたら、こういうとこがおかしいみたいなのがつらつら書いてたんですけど、うん、うまくは説明できない。これはでも今後は変わっていくんですかね。うん、今そういう動きがずっと続いてるじゃないですか。そうですね。すごい長そうだけど。長そうだけど、まあまあでも150年後ぐらいには変わってんじゃないかな。うん、うちら全員死んでるけど。本当だ、見れない。うん、いやその iPS 細胞とかね、そういう技術が進めば女性はその何一人で繁殖できますし、多分子宮が別の人工子宮みたいなの作れれば、うんうん、いろんなことが乗り越えられそうですもんね。人工子宮、はい。あと何、あのこの体の一つの細胞から卵細胞作れたりしますもんね。うん、そうすれば話変わってくるかもね。なんかあの博士の恋愛理論って、はい、結局なんかここに基づいてるじゃないですか、どうしても。やっぱりそうですね。はい、そうです。やっぱり正直ある意味で対等じゃないというか、なんかそうですね、対等じゃないというか、まあ、役割が違うというのが正しいかな。うんうん、それが、なんか、なんて言えばいいかな。だから、どうしても そこがなんでかっていうのを、今、坂瀬が言った説が本当、正しいかもしれないけど、まあ、そこを解き明かすことで、なんかその、恋愛戦略がそうなってるってことが分かるような気が。するし、じゃあそう今後変わっていくんだったら、じゃあそこも変わるのかっていうのも興味がありますね。まず男性と女性、まあ生き物は全てだから、さっき言った種の種的な話をすれば子孫を増やすためにあるわけですよ。で男性と女性っていうのは何だろう、男性はその前も言ったかもしれないけど、ゲノムインプリンティングっていう話知ってます？その、うん、お父さん側から来た遺伝子は赤あの胎盤の中で赤ちゃんを大きくしようとし、うんうん、あの母方から来た遺伝子は赤ちゃんを小さくしようとするんですよ。なんでかというと、何人も子供を産む時ってそんなに子宮を使えないっていうか、体力温存しなきゃいけないんで赤ちゃん大きくできないんですよ、はい、でも男の場合は自分の子宮ではないし、知ったことかってことで自分の、大きくして元気な赤ちゃんを産まそうとするんですよ、ね、この時点でそのなんていうか、あの駆け引きしてるんですよね。つまり男性と女性って協力して子供を産まなきゃいけない一方で、お互いの利害も絡んでるっていう、
だからその自動車とかで例えると、まあ、政治家がそれやったらもう おしまいですけど、まあ、自動車で例えるならば部品を作ってるところとあの組み立ててる工場って、例えば部品は高く売らなきゃいけないけど、部品工場はでもその、組み立ててるところは部品を安く買わなきゃいけないけど、うんうんうん、でも車を作るために協力し合わなきゃいけないっていう、そういう関係なんですよね。なるほど。だからそれが元になっているんですよ、うんうんうん、あの僕の戦略は。あのだから、うんうん、でだからまあまあちょっと話外れるかもしれないけど、女性男性を思い通りにしたいならば、その部品工場があ、これ車を一緒に作ろうっていう仲間なんですねって思わせた方が交渉がうまくいくとかね、うんうんうん、でもこれ買い叩こうとしてるんだなとかすると敵対しちゃうんですよ、うんうんうん、なるほど、はい、まあ、そういう生存戦略を元に作ってますよね、はい、話変わっちゃいましたけど、うん、そんなこんなで9時過ぎちゃいましたね。はい、すいません、なんかちょっと、いや面白かったですよね。面白かったです。ありがとうございます。はい、壮大すぎてついていけなかったから読んでみた。ぜひぜひ。あの読むとね、多分あのもっとどうでもよくなってくると思いますよ。え？何が？大変すぎて。いや、僕は僕のまず一つのおすすめは毎回勧めてるけど、中田敦彦ですよ。あ、そう。あ、やってるんですか？やってます。あのみんながいいって本は中田敦彦が必ずやってます。あっちゃんの本、あっちゃんの動画を2つ見て、それでも物足りないと思ったら買って読んでいいかもな。いやでもね、本当面白いですね。文章が面白くて、面白い。そうそう、うん、はい、じゃあ録画を止めますか、とりあえずね。はい、録画を止めます。さようなら皆さん。さようなら。